なんだろうな、ちょっと私ドミヌラが心のふるさとみたいになってきてるんですけど、ここ好きなんだよな。あ、ミルセントさん、あ、すごい、ついてるって変だけど、あの義手がついてる。別にあの局部がついてるとかじゃなくて、無害なやつとそうじゃないやつの差がねあるから、あなた方は無害、動かない市民はいい市民、すべて刀の錆になる。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。エルデンリング実況プレイの続きをやっていきましょう。いきなりね、なんでこのキャラクターっていうことなんですけど、前回はね、この王都か、王都に入ったのかな、入ってちょっと外周あたりを散策してたんですよね。でその流れの中で多分ドミヌラ行って終わったのかなってとこだったと思うんですけれども、このアルター高原ですね、アルター高原、やっぱり見落としあるんじゃないかなと思ってね、フラフラしてて、一番最初入ったデクタクスの大小後期のすぐ近くの丘まで来たんですけど、そしたらね、彼女がいらっしゃいました。なんかすごい久しぶりですね。で、やっぱり語ってないんですよね。だから義手がどっかで渡せるんじゃないかと思うので話してみたいと思います。ああ、 We meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The scarlet rot has stilled since last we met. As such, 私の股間はうごめいてますけどね。 Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. 来たね、来た。Giving me this arm. Thank you. I am in your debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. If the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Perhaps then I can aid you in battle.今回はここまでなのかな。ここまでっぽいね。どっかで助けになってくれるのかな。ミニセントさんもでも今の感じだと黄金寺を目指してるんだよね、きっと。ミニセントさんも多分黄金寺を目指してると思うので、そうなってくるとまたどっか会えるのかな。まあ、それはそれとしてだ。ちょっとあと、オートはね、まあちょっと置いといて、スリースターズが今どうなってるのかも気になるので、ちょっと行ってみましょうかね。ラニさんはいなくなっちゃったんで、まずは、イジーさん。どうなってんだろう。そういえば最近ワンコ、あら?イジーさんいない。あ、いないかと思った。いた。普通だよね。Oh, there you are. Good of you to drop by. Have you heard? Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Empyrean from Rena's Rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor and moreover her childhood warden. Oh.ジーヤだったんだ。My deepest gratitude. You and only you were Lady Rani's true champion. My purpose is nearing its end. I've served Lady Rani for as long as I can remember. It has been a long and wondrous journey. ちょっと待って、なんか。Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well.To the very end. 大丈夫?あ、おお。なんかあなたちょっと悲しいお別れの雰囲気を出しつつありますけど、大丈夫ですよね。まあでも装飾の探石は買わなくても大丈夫か。まあお金もないしね。次は、ブライブはどっかにいるのかな?地下をね、探索するっていう話になってから、ブライブが一向に見当たらなくなったんですよね。まあなんか私が何かを見落としてる可能性もあるんですけど、
で、いけすかないね。あやつはもう死んじゃいましたし、だからブライブさんがどっかにいるんじゃないかなと思うんですけど、念のためやつの塔を見に行って、一旦ね、亡骸は発見したんで、セルブスはもう終わりかなと思うんですけど、ああ、やっぱりね、これだけか。で、奇跡竜はね、ランニーイベントでちゃんと倒したし、あとは、旅立った後のこの塔とか、なんか、ちょっと待って。あ、いるな。いる？いるか？気のせいか。おー、ちょっと待って、何これ。完全に敵対してんだけど。ちょっと待って、ブライブさんなんか変なこと言ってんだけど。これ、ダメなパターンか、ひょっとして。何かに取り憑かれてる？なんかやられてる？これ。あー、来た。来ちゃった。あー、ダメだ、これ。倒さないとダメ、これ。倒すか。危ね。危ね。強くない？危ね。おーおー、強っ。おお、さすが。こいつ全然広まない。ブライブ全然広まないんだが。さすがだな。あ、でも、当たれば倒せるわ。ちょっとずつでも。おぉ、危ない危ない危ない。爆発するんだ、それ。まあまあまあ、でも、そうでもない。ちょっと待って、何。なんか攻撃食らってる。なんか全然外野から攻撃食らってる。なんだ？何の攻撃だ今。水を刺すのはやめてもらおうか。あー、完全に外野の雑魚がいるな。危ない！もうちょい2、3発か？でも本当にこいつ、全然ブライブさん。ひるまない。怖いね。ひるまない敵はやばい。あ、倒しちゃった。あ、え？あ、あら？セリフとかない？なし？あー、ブライブ装備一式って感じですね。あららら、ら、これはどういうことかな？あ、これ何？あ、なんだこれ？これは、なんだこの死体は。何か。これ。これあれかな、なんか、ラニさんを襲う資格かなんかが来て、それを撃退したけど、洗脳されたみたいな感じかな。なんかなんでしたっけね、に、新人たるラニさんに使わされた、まあ、下僕みたいなのが、ブライブさんって言ってたから、その勢力なのかな。この上は、もう旅立っちゃったラニさんの部屋だけど、念のため、行ってみようか。まあでもね、ちょっとラニさんにこれを伝えるわけにもいかないしね、話せたとしても。おわ、て危な。ラニさんは多分、お月様に旅立っちゃう的な話だよね。まあ、行ったのか行ってないのかはまだよく分かってないんだけど、私。エルデンリング。
まあ、エルデンリングって言ってるけど、そもそも私エルデンリングが何なのか、最初のやつで指輪が砕けたみたいなのは分かったんだけど、で結局その指輪どうやったら手に入るのかがよく分かってないから、どんどん手に入れてる大ルーンっていうのが関係してんのかな。そこら辺が実際分かってないからね。おお、話せるよ。 I take it thou hast noticed. I shouldn't be surprised. I thought I might expound a little further. 何さ、寂しがりだよ。 Order I envision. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet, as it is now.Life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove, and have the certainties of sight, emotion, faith and touch all become impossibilities, which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only Lord?Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. And I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only Lord? あ、なんか私わかりました。いや、今めちゃくちゃタイムリーにわかりましたけど、今ここを、このね、世界を収めていた、いったっていうかもう終わったんだよね多分。黄金律ってやつが定期的に出てきますけど、黄金律っていうルールで収められた世界で、でエルデンリングが砕けて混沌に落ちて、でいろんなキャラクターが出てきてるけど、このゲームマルチエンディングっていうのは聞いてるんで、だから多分それぞれのキャラクターに律っていうのがあるんでしょうね。でラニさんの律はそのこの地に絶対君臨するっていうとかじゃなくて、まあ、自分はその誰も触れられないような場所で、まあ、この世界を見守り続けるみたいな、そういうのが理想なんでしょうね。だから理想と理想の戦い合いみたいな感じなのかな。できっと誰に肩入れするっていうか、多分選択があるんでしょうね。で今の感じだと多分ラニさんは私多分イベント最後まで行った感じがするんで、まあ、他の今まで出会ってきたキャラクターもひょっとしたら追求してったら同じような感じでね、どんどん選択肢が増えていくのかもしれない。じゃあどうしようかな。そろそろまたオートのね探索を続けてみましょうかね。でこの前こっち側行きたかったんですよ。こっち側行きたかったんだけど、なんかここ段差があって行けなくて、私はこの王都城壁前ってところからこっち側に行ったらこの辺りが見れるのかなと思ったんで、ちょっとすごい飛び飛びなんですけど一旦ここに移動してみます。ここってどうやって行ったんだっけ、地下から来たんだっけ、全然覚えてないんだよね。こっち行ったら、あ、でもこれ出れないのか、私いるワープ的なやつで来たから、ワープ的っていうか突っ飛ばしてきたから出れないのかな。 あ出れないんだな。なるほど、この下とか絶対降りれなそうだな。これ明らかに巨人がいるんだよね。そしたらここのルートはちょっと違うかな。ますますもってこの辺りどうやって行くんだろう。ここね絶対道つながってなかった気がするんですけどね。もう一回見てみるか正面から。あ、いやこっちから行ってもいいか。来た瞬間に来た瞬間に楽しそうなんだよなこの人たち。なんだろうな、ちょっと私ドミヌラが心のふるさとみたいになってきてるんですけど、ここ好きなんだよな。ちょっとまた上の方景色見てから行こうかな。多分ね祝福で休んだら
時間遅れるんだよね。時間遅れるからちょっと昼間にして、ドミノ、おてててててて、ちょっと待て、ミリセントさんいる？あミリセントさん、あすごい、ついてるついてる、ついてるって変だけど、あの義手がついてる。別にあの局部がついてるとかじゃなくて、一回時間を朝までしてみよう。録画中に朝まで送ったの初めてかもしれない。すごいすごい、ついにミリセントさんに義手がつきましたね。あすごい、やっぱ立派だね。なんかめっちゃがっしりした鎧。でも動くのかね、ちゃんと。We meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. これは別に自由に呼べるわけじゃないんだよね。Should you ever have the need, it is the only way.That I can express my thanks. I would have you call upon me in battle. 終わりかなこれで。じゃあどっかでまた一緒に戦ってくれるのかな。じゃあドミヌラの景色を、危ない危ない。あ、絶景。すごいね、絶景だね。危ない危ない。そして爽やかな朝日。朝日はまだ登ってきてないけど、と、楽しそうな村民たち。いやー、実に理想的な村ですよね。ほんといい村だ。永住したいよね。 100% の嘘ですけど、楽しそうだな。みんな元気でね。また来るよ。ちょっと私はオートに行くから。ワンちゃんがどっかで泣いてるわ。で、問題があってだね。すげえ飛んでくるんだよね。覚えてる覚えてる覚えてる。すげえ飛んでくるんだよね。はいはい、覚えてるよ。めっちゃ飛んでくるんだ。うん。そうそう、オートってだけあってね、さすがね、守りがすごいねっていう。それは覚えてる。もうめちゃくちゃ。もうとてもじゃないけど、普通にね、接近できる状態じゃない。ははは。すげえな。さすが鉄壁の守りだ。ただそんなとこですら私は突破するけどね。はい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 、お邪魔します。はいはい、お、なんかあるぞ。アイテム、アイテムがある、アイテムがあること私は見逃さない。なぜなら意地汚いからだ。さて、この左手に行きたいんだ、私は。そう、この街道のね、左手に行きたいんだが、前回はちょっと登る場所、あった！あるはある。気づいてなかった。めちゃくちゃ階段みたいになってる。登れるじゃん。ここだったか。なんか湧いてんな。すごい、なんか湧いてる。でだ、あ、一段登りましたよというところで、アイテム美味しいですわ。いい、この下も行けるんじゃないか、どっかから。おー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 おおお、なんだい君たち。あ、いた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 。危ない危ない危ない、落ちる落ちる。あー、危ない危ない、落ちるとこだった。いまいちマップが開けないので、今どのあたりにいるのかがよくわからないが、あ、街路の下の方も行けるね。うんうん、ワンちゃん、ワンちゃん元気？はーい。この下は降りれないのかな。なんか行けそうだけどね。すごい変な音しない？
なんかボンボン言ってんだけど。怖っ怖っ。落ちそうだ。ん？何の音？なんかボンボン言ってるよね。何何？なんだなんだ？は？は？あああららら巨人さん、あららら、あららら巨人さん、あららら、あ巨人さん、一人じゃない、一人じゃないんだね。やめようかそういうの。ちょっと待って、ちょっと待って巨人さん、いやいや一人でいいよ、巨人さんは一人でいい。全然落ち着いて探索できないよ。あんなのどう対処したらいいんでしょうね。いやきっとなんか倒し方とかあるとは思うんだけど。お、そして石像がある、よいしょ。なんかねスイッチオンみたいなのができるんだよね。でこうこうこう、そうそう、なんかねこう印みたい、お、これ下降りれる、ひょっとして降りれるか、これ降りれる、え、お罠か、降りれそうな気もするわ。ちょっと待ってくれ、めっちゃ割れたから死ぬな。確か教えてくれたんだこれ、落ちて割れたら死ぬって言われた。でも下があるね、あれこれ下いけるんだな、じゃあやっぱり。おお、やったたらいけるんだ。今私がいるとこはどこ？あーやっぱ下に下る感じのところがあるはずなんだよな。あ、こっちから分かれて下に降りれるのか、じゃあ。なるほどなるほど。一旦戻る感じかな。おお、なんかごついの言う。あ、なになになに、君誰？君誰誰？君誰誰誰誰誰誰？あぶていいよ。あぶねえあぶねえ。うっそ。一撃じゃん。なんかね分身呼べるなと思ったんだわ。ああそんな近くにいらっしゃったのね。よし。おお、いきなり来た。危ない。結構通るね。危ない。なんかすごいことしてくる。こいつやばい感じがする。なんだこれ。いや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 、怖怖怖怖。何これ。おいおいおい、よしよし、一気に倒せそうじゃないこれ。あ、倒せた。よかったよかった、攻撃力はこっちが上回ったね。で大竜槽、竜槽の盾、大竜槽。例えばブライブ装備も見てないね。太古竜の爪を削ったという武器、黄金時に使える異形のツリーガードの獲物、その爪は雷の力を帯びており、飛翔な竜の末裔たちを引き裂く。ブライブの剣もそういえば見てないんだよな。これか、王家のグレートソード、カーリア王家の衣装が施されたグレートソード、反狼ブライブの獲物、生まれ落ちた運命に背き、ブライブが何だけに使えると誓った時、この剣は誓いの証となり冷たい魔力を帯びた。あとブライブ装備、鎧系もなんか乗ってんじゃない、これか、反論のブライブの銅鎧、使い込まれた黒い騎士鎧、霊気を防ぐ毛皮のマントをまどっている、ラニの剣でありながらブライブは寒さに弱かった。寒さに弱かったんだ。え、これ切れるかな、
これ来たらどんな感じになる？ちょっとやっぱ違うんだよな。まあ後ろはかっこいいんだけど、この股間のガードの仕方がやっぱりしっくりこないんだよな。やっぱ今んとここれがベストだな。これ以上のフィッティングはあるんだろうか。で、ここ、あ、それでここは開通したのか。はいはいはい。あ、で、ある程度自由に行き来できるようになったと。で、ただここに行くためには、やっぱ一回戻った方がいいな。戻った方がいいとは思うんだが、まあすごいでかい人がいるね。邪魔だね。邪魔だね。なんでこんな元気なんだろう、この人。やめてほしいね。うん。やっぱ、この途中で、おいよ途中でどっか降りれるみたいだね。怖い怖い。どっかこの辺りから降りれるのかな？ああ、降りれたね。で、ここは、うん、やっぱ警戒されてるから、まだ全然マップが開けない。なんかオート広そうだよね。なんかカニか？カニがめっちゃご飯食べてる。ちっちゃいカニがめっちゃご飯食べてる。なんかでかいカニいそうだな。絶対ね、沼地歩いてたらね、でかいカニ出てくるんですよ。おい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 、危ない危ない危ない。ん？あ、でもこっちはもうこれ以上行けないのか。なんか怪しくない？なんか怪しくない？あ、いや、なんか焚き木があるじゃん。なんか。あ、エビじゃない。あれだね。お久しぶり。You again, is it? Perfect bloody timing, actually. I got crab cooked up fresh. カニ茹でてんだ。言っておいた方がいいだろうな。何？ There's something I should probably tell you. You heard of the dung eater? He's a madman. まさかのクソ食いの。Curses him. Goes round in his rank armor and all. You see him though?いやもうだいぶ近づいた。めっちゃ近づいちゃった。なんか怖いね。なんか死体を怪我し植え付ける。Rooted to the bloody spot while he did that to my friend. ならずもさん、ならずもさん、あなたはすごくいい人だと思ってるんですけど、なんかすごいブラグ感じませんか？Someone with a taste for crab I couldn't trust. You've got a real thing here, eh? And it's only getting better. いや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 、大丈夫？いや、ちょっとこの先悲しみがあるぞって言ってる。これちょっと待って、これまた来たらなんかそういうことだったりしないよね？大丈夫？怖いんですけど。怖いなこれ。ちょっともう一回来てみる？おいおい、いたちょっと一旦離脱してもう一回来てみようか。とてつもなく嫌な予感する。そしてフロムソフトウェア、こういう嫌な予感だけは絶対裏切ってこない。あって改めて来てみた。ういしょ。あ、大丈夫か？あ、大丈夫だ。あ、
よかった。大丈夫、大丈夫。ああ。ああ、よかった。さすがにそこまで鬼じゃない。さすがにそこまで鬼じゃなかった。いや、待て待て。まだ、まだ、まだフラグが立っていないだけという可能性もある。いやー、ちょっと、ちょっと待て。ぬか喜びは良くないぞ。とはいえ、まあ、ちょっと一瞬安心しましたんで、オートのね、探索を再開しましょうか。いろんなルートで探索できそうだが、ちょっとこちらから入ってみよう。で、こっから入ると、ここは、リフトか。リフトの下なんかない？穴だな、普通の。深い、深い。湿った、普通の穴だな。穴というのは古来よりね、湿りっぱなし、濡れっぱなしであるものですから。前回入ってきたときは、ノーマルの時間だって、なんかある？なんもないよね。前回どうやって入ってきたんだっけ？もうそれも全然覚えてないけど。あ、なんかここら辺に来た記憶はある。でだ。で、こっちに行ったら、多分中に入ってくんだよね、オート。あー、いいですね。この先、回り道が必要だ。この下は直接はいけないな。この人なんでやる気がないの？こっちは、さすがにいけない。では進んでいきましょう。で、祝福は灯した記憶がある。久しぶり。 My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength here with you.I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. メリナさん、すんごい久しぶり。あまりに久しぶりすぎて存在をちょっと忘れ、あ、ポックじゃん、ポック。Bok the seamster, are your servants ready to make adjustments to your garments? 何何ご覧になりましたか Master, did you see it? The Erd Tree. I don't really have the words for this, but I was so dazzled. I felt something stir in my breast.The Erd Tree is waiting for you, Master. I know it, I do. I feel it in my bones. てか、あなたはすごいよね。この恩返しというかだけでずっとついてきてんだよね。ただね、あなたに お願いするようなこう衣装の調整というのが全然ね、思いつかないんだよね。軽装ってやつに変えれるのか。ああ、ブライブの鎧も軽装にしたら、マントなくなるのかな。ちょっと取ってみようかね、一回。あ、で、重装にも戻せるんだ。Going so soon? Please do be safe on your journeys. これで、ブライブさんの鎧を、ちょっと待って、明るいとこで見たい。
はいはいはい。あ、まあまあまあ、悪くないね、これなら。これならば悪くない。他にブライブさんの形見的なやつは、はいはいはい、あ、これならちょっとブライブさんと一緒に行けるんじゃない。ただ下半身が問題だよね。あー、これ完全にこれパンツと一体化してるよね。あー、ダメダメだわ、それそれはダメ。ちょっとこの開放感がないと戦っていけないから、やっぱこれで行くしかないな。下半身はこれで行こう。Lock the scene ready to make. Oh, going so soon? Please do be safe on your journey. ボックさんのこう旅も一体どこまで続くんですかね。あなたは一体どこまでついてきてくれるのか。おお、オートローデイル。おお、何あれ。すごい。でっかい竜。あ、すごいね、この。あはー。これはすごい。え、何あれ。え？なんか、雪だるまいっぱいいる。雪だるまいっぱいいるよ。これ絶対向こう側から開くやつだな。え、何あれ。飛び降りが必要？飛び降り？どこに？いや、これ飛び降りたら死ぬだろ。もうちょっと先ってこと？これ何？これマジで。なんだこれ。こいつらすげえ、あ、動いちゃった。動いちゃった、動いちゃった、動いちゃった。は？おいや、なんだそれ。おいおい、それはなんだ。そしてお前らはなんだ。どういうこと。ああ、入れないね。いやー、めっちゃくちゃ雪だるまみたいのいる。ああ、気づいてるこいつら、やばい。どっちが正面かもよくわかんない。何これ。ただこのシャボン玉みたいなのはうざい。ただ耐久力はないね。ああ、めっちゃ あ、演奏してる？演奏してるか。演奏してんだ。ん？こいつ耐久力ある。どこが？どこがどういう部位なのかも全然わかんないんだけど、体どうなってますか、あなた。ちょっと、あー、違う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 。あれ？なんか大きいのいる、あそこ。あ、あれ、どっか登ってくるときにいたやつかな、あの、木のところを登ってくるときに来た大型の敵みたいなやついない、あれ。あー、そうだわ。そうだ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 。いや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 。だとしたら一気に行かないとやばい、こいつ。あ、いや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 。はいはい。そうね、こう回り込めば大丈夫って人ね、これ。オッケー。うん、くれるのはルーンか。なんかいるな。なんかいるぞ。回り込み、大回り込み、そして復讐。ああ、さっきですか。お前は、何している？周回している？周回っていうか、見回ってるのか？いやいやいや、危ない。なんかすごい、植物園みたいになってる。それとも勝手に木が生えてきちゃったってことか。どっか敵いるんじゃない、これ。隠れて。ああ、いるわ。ん？高すぎる。洞窟攻撃。
いや、あ、これはリフトか。リフトだとしたら危ない。大型と小型がいるんだな、この人たち。あ？ちょ、もう分からなくなった。もうどっから来たのか分からなくなった。あ、またいる。ん？なんかすごい、結構、お、危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。いや、なんかいるよなって思ったんだけど、ロックオンできなかったね。絶対いるんだよね。こういう。この先右に注意。まだ注意。あ？え？待って、これどう回ってきてんだ？もうわからない。あ、さっきのとこ戻った。あ、でもまあ、ぐるぐるしちゃいるけど、結局まだほぼ一本道か。で、こっから下に行くか、リフトで、あ、でもこっちは結局意味ないか。そしたらもうほぼリフトで行くしかないのか。面白いなぁ。よくできてる。これは降りるのかな？あ、降りるんだね。なんかいるね。なんかいるわ。後ろは？後ろ。後ろはいけない。この人たちもうなんかやる気がないのか？力尽きちゃってる。なんこれあれだね。継ぎ木のゴドリックのあたりにした人たちに似てる。うん。なんか絶望してんの？これいけるひょっとしてこっち。おお、いけるな。あ、なんかこっちもいけるな。どこが正しいんだこれ。まあでも一応道なりに行ってみるか。あれはまだやる気あるな。やつはまだやる気がある。足並みがちゃんとしている。前を向いて歩いている。決してね、決して諦めていない表情をして、おう、危ね。余計なこと言ってたら攻撃食らいそうだった。まだいる？まだいるな。この人はお休みモードか。よし。もう、この人もお休みモード。他はいないけど、はしごがある。うわぁ、もうなんか、広い。めちゃくちゃ広い。あ？また笛が聞こえ、おぉ、宝箱。超光尾。そろそろ祝福くれませんかね。うわ、めちゃくちゃ込み入ってないここ。え？行けそうなとこすごいいっぱいある。うわー、なかなかにしんどい。マジで祝福が欲しい。え？これはなんだ？これ罠じゃないか？大丈夫か？あ、また呪いだ。え、じゃあクソクイいるじゃん。得意にやられている。こんなところにいる人が。あれ、ここはん、特にどっか行ける感じでもないのか。この呪いは何になるんだろう。不足イベント的なやつがあるのかな。これでいったら、これでズン。
このやる気を失った人たちがいっぱいいるんだけど、絶望してんのかな、これは。何かに、みんなこれは市民なのか。一応絶望に暮れている。危ない。相変わらずこのボウガン地味に攻撃力が高いな。あと上級の市民ってこと？いや、本当これ祝福出てこないね全然。帰還に暮れているのは分かったが、一体私はいつになったら祝福に出会えるのか。ああ悲しみよ。あ、何かに、あ、この人も普通に下にくれていた。あなたも生きている。死体なのかそうじゃないのかの判別がすごい難しい。ロックオンしていくしかない。手当たり次第。眠りの時間ちょっと回復しとく。一応無害なやつとそうじゃないやつの差がねあるから、ね、あなた方は無害、動かない市民はいい市民、すべて刀の錆になる。そういう人たちはいい市民だ。いや、そろそろ、こいつは悪い市民だな。悪い市民は根こそぎやってくよ。なんでこいつ逃げんだ。攻撃したり逃げていく市民は悪い市民だ。遠くからね、あの敵が鳴らしている楽器の音色が聞こえる。なんかに引っかかってんの。音がする。移動している敵がいる。あれは動くやつだから悪い市民だな。悪い市民っていうか悪い騎士だな、こいつ。危ねえ。いやこいつは普通に悪い騎士だ。危ねえ。拒絶じゃん今の。まさかの拒絶。おお、いや特大に悪い騎士だ。おお、危ない、やられるとこだった。いや、そろそろ祝福、そろそろ祝福欲しいんだけど。なんでないの祝福。なんか見落としたい私。あ、アイテム。ぐるっと回ってきただけ。本当にないのか祝福は。どっか見落としていないかな。さっき隠密が有効。あれは後ろ向いてんのか。後ろ向いてるこの人。あ、向いてるわ。危ない、やられる。マジか。やられた。あともう一人いた。どっから湧いたこいつ。まあ落としたんだが、2万程度だな、落としたのは。2万程度だからまだ全然大丈夫。死んじゃったんで、ちょっとまあさっきのあたりまで戻りたいと思うんですが、長くなったんで一旦ここで区切りにしたいと思います。今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいつも励みになっております。ありがとうございます。では、お疲れ様でした。じゃあね。